AWS ブラックベルトオンラインセミナーをご視聴いただきありがとうございます。本日は Amazon クイックサイトを使ったアクションにつながるビジュアルベストプラクティスについてご説明いたします。AWS ブラックベルトオンラインセミナーとは AmazonWeb Services Japan 合同会社が提供するオンラインセミナーシリーズです。 AWS の技術担当者が AWS の各サービスやソリューションについてテーマごとに公開した動画をお好きな時間、お好きな場所でご受講いただくことが可能となっております。内容についての注意点です。本資料では2022年12月時点のサービス内容及び価格についてご説明しています。 資料作成には十分注意をしておりますが、資料内の価格と AWS 公式ウェブサイト記載の価格に相違があった場合、AWS 公式ウェブサイトの価格を優先とさせていただきます。簡単に自己紹介をいたします。私、本島久典といいます。Amazon Web Service Japan のプロフェッショナルサービス本部にて、データ基盤構築支援や、 クラウド標準化ガイドライン策定支援などのコンサルティング業務に従事しております経歴としては大手製造業の情報システム部門で全社データレイク基盤構築やそのデータの利活用の推進をしておりました本セミナーの対象者ですあらゆる業務データを可視化しビジネスで活用予定もしくは活用中で データを集めたもののどう可視化して活用していけばよいか分からないであったりデータの活用は開始しているがなかなか効果的なビジネスアクションにつながっていないといったお悩みを持つ BI やデータ活用推進者を対象としています本セミナーでは AWS の BI サービスである a m a z o n q u i c k s i t を前提としてデータをどう可視化しビジネスのアクションにつなげていくか ビジュアルベストプラクティスを解説いたします。本セミナーではデータ基盤の構築方法やその他 AWS サービスの詳細機能については活用させていただきますので、別途各サービス別のセミナー資料やコンテンツをご参照いただければと思います。本日は以下のアジェンダでご説明いたします。 まず、そもそもなぜデータを可視化するのかについて考えてみたいと思います。突然ですが、これは何でしょう大きさの異なる扇形が円状に並んでおり、何か説明が書かれています。これはナイチンゲールのローズダイアグラムと言われているグラフです。 19世紀のクリミア戦争で看護に当たっていたナイチンゲールは戦死者よりコレラなどの感染症で亡くなる人が多いことを発見しその数量を面積でわかりやすく可視化しイギリス政府に衛生環境改革を促したと言われております。ここで重要なのは単純に統計的事実を提示するだけでなく人に正しいアクションを促すためにデータを視覚化したつまり 死者を減らすためには衛生環境を改善することが必要だということを分かりやすく視覚化したところになります。別の例を見てみましょう。こちらは事業部ごとの売上利益、利益率及び顧客あたりの売上利益、さらに売上標準偏差、利益標準偏差になります。 これらの基本統計量がすべて同じ事業部のデータが示されてどのようなアクションができるでしょうかおそらくこれだけでアクションにつなげることは難しいと思います。これを右の図のように事業部ごとに横軸売上縦軸利益の顧客ごとの散布図にしてみました。こうすると事業部によって異なるインサイトが得られ それぞれぞにに適したたアクションにつながりやすすくなったと思います事業部1では利益率がほぼ一定なので売上拡大施策を立案しようであるとか事業部2ではここに利益の極大点があることが分かったのでこの製品のコスト構造を分析してみようであるとか事業部3では大幅な利益を出す顧客がいることが分かったのでその要因や 横展開して他の顧客も利益を上げられないか検討しようまた事業部4では売上が一定で利益が異なる顧客群の中で利益が高い顧客の要因を分析しようというアクションにつなげられることが考えられますこれはアンスコムの数値例という数値から改変したもので統計学者アンスコムが 基本統計量だけでデータを表現することは不十分であるということを示した例になります。このようにデータを可視化するというのはアクションにつなげるためであり、データをビジネスで活用するためには、アクションにつなげるということを念頭に置きながらデータを可視化していく必要があります。アクションにつなげるためには、 目的に対して、誰が、何を見て、何のアクションをするのかを明確にすることが重要です。先ほどのナイチンゲールのローズダイアグラムとアンスコムの数値例を改めて見てみましょう。ナイチンゲールのローズダイアグラムの場合は、戦争での死者を減らしたいという目的に対して、イギリス政府が、 先死者より感染症での死者が圧倒的に多いことを見て病棟の衛生環境改革を行うというアクションをすることを期待して可視化したと考えられますアンスコムの数値例の中で事業部さんに着目してみると利益を上げたいという目的に対して3の事業部長が ある顧客だけ圧倒的利益を出しているのを見て、要因分析と他顧客に横展開できないか、検討指示を出すというアクションを期待して可視化していると考えられます。このように、目的に対して誰が何を見て何のアクションをするかが明確であると、データの可視化がよりアクションに繋がりやすいということがお分かりいただけるかと思います。 そこでデータを可視化する前にシナリオの整理をしていただくことを強くお勧めいたします。目的と誰が何を見て何のアクションをするのかを書き下しシナリオを作成します。最初はなかなか具体化できない場合もありますが議論のスタート地点としては最初は荒くて構いません。ここである小売業でのシナリオ例を示します。 一番目のシナリオは、全社的な KPI をモニタリングして、課題を早期発見したいという目的に対して、経営者がこれらの経営指標を見て、KPI の変化に対して即座に原因分析をしたり、その原因が全社的な問題であれば、全社的な対策を打つというアクションを想定しています。二番目のシナリオは、 高収益の商品を安定的にラインナップしたいという商品企画部門がこれら製品に関する指標を見て利益率の低い製品のコスト最適化や撤退を検討するというアクションを想定しています。3番目のシナリオは店舗の売上未見立つ原因を分析したいという店舗長が製品や会員属性の分析軸ごとの指標を見て 各分析軸で課題ののあるる領域への対策を検討するアクションを想定していますシナリオを整理する際に「誰が」の部分は必ず1人または1つの部門にしてください。よく経営者向けでもあり現場担当者向けでもある共通ダッシュボードを作るということがありますがあまりお勧めしません。同じデータでも 活用する立場によって目的やアクションは異なるため必要なダッシュボードは異なる場合が多いためですそしてアクションはなるべく具体的に言語化しここのアクションが取れたかどうかをデータを活用できたかどうかの評価として使うようにするとよりアクションに繋がるための改善につながっていきます データを可視化するのがアクションにつなげるためということを念頭に置きながら、本題のデータ可視化の理論に入っていきたいと思います。データの可視化は、よくデザインセンスや好みだと言われることもありますが、実際には体系的な理論があります。データ可視化前に整理したシナリオを参照しながら、このような順でアクションにつながるダッシュボードを作っていくと良いでしょう。 それぞれ詳しく説明していきます。まずはデータ整理です。ETL などで可視化しやすいデータが準備されている前提で、そのデータを 4W1H で整理していきます。4W1H でデータの分析軸と数値項目を整理していきます。具体的な例を見てみましょう。 左側はデータ整理前で文字コード順に項目が並んでいるため項目が選択しづらくまたデータセット全体としてどのような項目が含まれているのか分かりづらくなってしまっていますこれをフォルダー分類機能を使って 4w1h に整理した例が右側になりますデータというのはそれ単体では無機質なものですがこうしていつ どこで何を誰にいくらで売ったといったビジネス活動に即して分類することでデータの裏側にある人と人とのビジネス活動が見えやすくなったと思います。こうすることで項目が選択しやすくなるのに加えて可視化する人自身が今何の軸で可視化しているのか足りていない分析はないかといったことが理解しやすくなります。 一つのフォルダーには、流度の異なる一種類の軸、例えば、注文日の年、四半期、月などを入れるようにしてください。また、同じ W でも軸が異なる場合、例えば、ホエアに相当する地域と組織という別の軸のデータがあれば、それぞれ別のフォルダーにします。フォルダー名にセット語をごうつけ、分かりやすい順序にすると良いでしょう。 次にダッシュボードタイプです。シナリオの目的ごとにどのようなダッシュボードを選択すべきか説明します。ダッシュボードにはさまざまなタイプがありますが、大きくモニタリング型、課題解決型、分析型の3つに分類されます。モニタリング型は KPI のモニタリングなどに使われ、流度は荒く、 新たにダッシュボードとして追加したり、既存のものを変更したりする頻度は比較的低いものになります。課題解決型は、課題への対策に重心が置かれ、直接アクションに繋がるものになります。流度や追加変更頻度は中程度となります。分析型は、課題の発見や原因の分析を目的としており、流度は細かく、 追加変更頻度も高いものになります。それぞれ詳しく説明していきます。まずモニタリング型です。モニタリング型は、モニタリングしている KPI などの数字と、その補足情報から構成されることが多いです。補足情報は、時系列や上位部門、下位部門などのランキングなどを補足することも多いです。 このように全体感を把握し OKNG、OK、を明確にすることで変化点や得意点を分かりやすくすることが重要です。モニタリング型は定例報告などで使われることがよくありますがなるべく毎回同じ構成で報告することでどこに何が書いてあるのかを考えずにより議論に集中してもらうということも重要です。 次は、課題となっている KPI とその時系列また顧客や部門などの課題の深掘りさらに詳細情報へと徐々に課題がドリルダウンするように構成するとより具体的なアクションにつながりやすくなります。 モニタリング型と異なり、課題解決型は、ビジネス環境に応じて解決すべき課題が出てくるたびに、あらゆるダッシュボードが追加されたり、更新されたりしていくことになります。最後に分析型です。課題を発見したり、発見された課題の原因分析に使われるものになります。一般的にデータを分析するアナリスト向けであり、 分析に必要となりそうな情報を列挙しておき、フィルターなどにより深掘りしていきます。アナリストによって、あらゆる情報がどんどん追加、変更されることを想定しています。以上、3つのダッシュボードタイプについて説明しましたが、先ほどの小売業のシナリオ例で、どのようなダッシュボードを選択すべきか考えてみましょう。1番目のシナリオは 全社的な KPI をモニタリングして課題を早期発見したいということなのでモニタリング型が適しているでしょう。2番目のシナリオは高収益の商品を安定的にラインナップしたいつまり低収益製品があるという課題を解決したいということになるので課題解決型になるでしょう。3番目のシナリオは 店舗の売上見立つ原因を分析したいといとうことなので、分析型になるかと思います。このようにシナリオの目的ごとにダッシュボードタイプを選択するとよりアクションにつながりやすい構成を検討しやすくなります。ここで3つのダッシュボードタイプの特性を生かしたアクションにつながる報告業務の例をご紹介します。まず、モニタリング型によって、 KPI のモニタリングを行い、いきなり利益が下がったといった得意な変化や、大幅な KPI 未達があったということを発見したとしますすると、その変化や未達の原因をアナリストが分析型によって分析します既存の分析型ダッシュボードでわからないような問いがあれば、新たに分析型ダッシュボードを作成することで、分析型がどんどん蓄積されることになります 原因が分かれば、原因を可視化し、課題解決につながるアクションを促すように、課題解決型としてまとめます。そして、実際の報告業務では、定型のモニタリング型で報告を行った後、課題となった KPI について、課題解決型で原因とアクションを提示することで、モニタリングとアクションをセットで議論し、よりアクションにつながりやすい報告業務とすることができます。 報告業務への組み込みの一例としてご参考にしていただければと思います。以上でダッシュボードタイプは選択できました。次にダッシュボードの中で作成していくビジュアル表現について正しいアクションにつなげるためにどうデータを表現すべきか説明していきます。クイックサイトでは様々なビジュアル表現を作成することができます。 今回はこの中から最も基本的な表現について解説していきます。データを可視化する目的と主なビジュアル表現を以下に整理いたします。数量の比較、変化やトレンド、分布や相関、網羅的な値、一位の値、それぞれについてよく使われるビジュアル表現とベストプラクティス、また、 アンンチパターンなどそれぞれぞについいてて詳ししく説明していきますまず数量の比較ですず数量の比較では棒グラフが最もよく使われる表現です棒の長さで数量の代償を表しており絶対的な数値としても相対的な比較としても正確に表現できるため極めて汎用性の高い表現として 皆様も普段お使いかと思います数量の比較の発展形として日比較をご紹介します日比較とは例えば予算対実績や目標対実績など基準となる数量に対して達成未達成を比較することを指します日比較は棒グラフで表現するとわかりやすい場合が多いです 左の図のように予算売上と実績売上を棒グラフで並べることで達成か未達成かまたどれぐらい達成しているのかもしくは達成していないのかが視覚的に分かりやすく表現できます実際の業務では数字の確認も必要になる場合もあるためツールヒントに絶対値や達成度を入れておくと画面を多く占有することなく 必要な情報をアドホックに表示でできるため効果的です。ここで少し棒グラフのアンチパターンをご紹介します。まず、棒グラフの原点は必ずゼロにしてください。左の図のように棒グラフの原点がゼロでないと長さの比較をミスリードして正しいアクションを妨げる可能性があります。例えば、 最も数量の大きいファイナンスと最も小さいリテールは左の図だと十数倍の差があるように見えますが右の図のように原点をゼロにすると2倍程度の差であり左の図では事実と異なる印象を与えてしまうことがお分かりいただけると思います次に 棒を垂直に並べる垂直棒グラフか水平に並べる水平棒グラフについて比較してみたいと思います左の図の垂直棒グラフだとラベルが見切れて見えなかったり文字方向が縦になり首をかしげないと見づらかったりする場合があります右の図の水平棒グラフだとラベルが見やすく全体的にスペースも有効に使える場合が多いですまた 棒の長さを比較する際に、一般的に縦方向に比較した方が比較しやすいという特性もあります。数量の比較として円グラフを用いる場合がありますが、結論から言うとあまりお勧めはしません。円グラフは角度や面積で数量を表現していますが、それらで数量を比較するのは困難です。 例えば、左の図の円グラフをご覧いただくと EC と中型がどちらがどれぐらい多いかはほとんど区別がつかないと思います。これを右の図のように棒グラフで表現すれば絶対値も相対値も共に分かりやすく表現ができます。例えば EC が中型よりわずかに売り上げ大きいといったことや ロードサイドは EC の約半分の売上といったことを分かりやすく読み取ることができます次に変化やトレンドです変化やトレンドを表現する場合は折れ線グラフがよく使われます折れ線グラフは傾きで変化を表現しており横軸は時間などの連続した値となります また棒グラフと異なり原点はゼロでなくてもよく表現したい変化を強く表現できるように縮尺を調整することができます変化やトレンドの発展系として前年同月比較をご紹介しますほとんどのビジネス活動は季節性があり前年同月比 前年四半期、前年比といった季節性の条件を同等にして比較するということをよく行うと思います。その際、左の図のように20年1月から21年12月までの2年間を単純に時系列で並べると前年と比較して伸びているのかどうかが見えづらいと思います。これを右の図のようにグレーを2020年売り上げ、 青色2021年売上と数値項目を分け、月で可視化すると、ほとんどの月で21年の方が20年より売上が上回っていることが分かり、21年は売上が向上しているということが見えやすくなったことがお分かりになるかと思います。次の例はトレンドの比較です。左の図では、 店舗タイプごとの売上の伸びを比較して、投資判断を検討しようと、売上推移を折れ線グラフで表現してみました。しかし、店舗タイプごとの売上の絶対量が大きく異なるため、いずれの店舗タイプもほとんど変化がないように見えてしまっています。これを右の図のように、2019年を基準とした売上の変化率で表現してみると、 赤色の大型店舗の売り上げが2年連続で他より大きく減少しており、より伸びている茶色の小型店舗に投資をシフトしていこうといったアクションの議論につながるかもしれません。このように基準点を揃えて変化率で比較することで、異なるインサイトが得られる場合もあります。 ここで、折れ線グラフのアンンチパターンをご紹介します。冒頭でもお伝えしたように折れ線グラフは変化を表現するものであるため横軸は必ず時間などの連続値にする必要があります左の図では不連続の値で折れ線グラフを書いており例えばファイナンスからエナジーに売上が減少しているように見えていますが 実際にはファイナンスとエナジーの間に連続的な変化があるわけではないので表現としては不適切になります。不連続の値に対する比較は右の図のように棒グラフを使う方がより適切な表現になります。内訳のトレンドを見る際に100%積み上げ棒グラフを時系列に並べて表現することがあります。 左のの図ででは、地域ごとの売上上比率を100%積み上げ棒グラフで表現し,ていますしかしこの例では特に真ん中にある要素である青色の欧州の変化が見えづらくまた同じ年の中での内訳の比較がしづらい表現となってしまっています。これを右の図のように折れ線グラフで表現してみると 青色の欧州が減少傾向オレンジ色の北米が増加傾向で2022年にはほぼ並んでいるということが見て取れることがお分かりいただけるかと思いますこのように変化やトレンドの比較を見る場合は折れ線グラフがより適している場合が多いです次に分布や相関です 分布や相関を表現する場合は散布図がよく使われます。散布図は位置で数値項目間の分布や相関を表現しており、得意点を見つけやすいという特徴があります。また、散布図はあくまで相関関係を示すもので、直ちに因果関係を示すものではありませんが、因果関係の仮説がある場合は、一般に横軸を原因にし、縦軸を結果にします。 散布図のアンチパターンをご紹介します。左の図のように散布図を極端な長方形で表現してしまうと位置によるミスリードを誘発することがあります。この例だと横軸の売り上げが縦軸の利益に比べて大幅に長いため売上の相対的な変化が強く表現されてしまっています。ダッシュボードのレイアウトにより調整が必要な場合もありますが 右の図のようになるべく正方形に近い形で構成するようにしましょうまた、合わせて縦軸・横軸の最小値・最大値をどこに置くべきか分布を正しく表現できるように調整すると良いでしょう次に、網羅的な値です網羅的な値を表現する場合は、ピボットテーブルがよく使われます 2つ以上の分析軸間の数値を集計し、正確な値の確認が必要なときに利用します。ただし、数値の羅列になるため、比較やトレンド、得意点は見えづらく、あまりにも要素数が多いと、性能に影響が出る場合もあるため、注意が必要です。左の図のように要素数が多すぎると、 どこを見てよいか分からず、アクションにつながりづらくなってしまいます。その場合、まず考えるべきことは、そもそもアクションにつなげるために、見るべき項目と流度が何かを検討して、それに絞ることです。その上で、右の図のように、ドリルスルーという機能を使って、グラフをクリックしたら、フィルターされた明細を別シートで表現するようにして、必要な値を確認するようにしたり、 右下の図のように、ピボットテーブルの代わりに、ツールヒントに必要な情報を入れ、グラフでカーソルを合わせて値を確認できるようにしたりして、見るべき値のみを表現するというふうに工夫することをお勧めいたします。ピボットテーブルと似た表現に、ヒートマップという表現があるのでご紹介します。左の図のピボットテーブルでは、数字の羅列となるため、 得意点が見たい場合は見づらい表現となる場合が多いです一方右の図のようにヒートマップで表現してみると色で得意点を表現できるようになりますこの例だと赤四角で表現されている仕入れ先114とサブカテゴリー0の利益率が他と比べて大幅に低いことが即座にわかるためではその原因分析をしてみよう というアクションににながりりやすくなりますすくま次に1位の値です1位の値は KPI= 主要業績指標という表現がよく使われます。数字そのものが強い意味を持つ場合に有効で KPI 比や前年比などの補足情報を入れる場合がよくあります。 クイックサイトで1位の値を表現するビジュアルタイプは主に主要業績指標 KPI と Insight というものがよく使われます。左の図では主要業績指標 KPI を使った場合の例で売上などの基ー値と予算などの目標値を設定し定型的な書式を設定することで簡単に1位の値を表現することができます。 一方、右の図は、インサイトを使った場合の例で、組み込み計算や条件式などを組み合わせて説明文を記載することで、自由度の高い表現をすることができます。簡単に設定したい場合は、主要業績指標 KPI を用いて、それで表現したい要件を満たせない場合は、インサイトを使うと良いでしょう。以上。 5つのビジュアル表現をご説明してきましたが表現する目的に対して適切なビジュアル表現を選択しダッシュボードを構成していくことが重要となりますそれでは改めてデータ可視化の理論についてまとめますまず準備したデータを 4w1h で整理し可視化の準備をした後、シナリオの目的ごとに適切なダッシュボードを選択し 大体の構成を決めますそして正しいアクションにつなげるために表現したい目的ごとに適切なビジュアル表現でダッシュボードを構成していきます。これらの体系的な理論をもとにアクションにつながるようにダッシュボードを作ってみてください。それでは最後にアクションにつながるユーザーレビューについて説明します。 アクションにつながるデータ可視化の理論について解説してきましたがそのようなビジュアルベストプラクティスを学んだ皆様とドメイン知識を持つユーザーとでアクションに繋なげられるかどうかを議論していくことが重要ですシナリオ整理で誰が何を見て何のアクションをするのか一緒に整理しデータを可視化した後は本当にそのアクションが取れるかどうか取れないのならなぜなのか レビューを重ねていくことが大切です。レビューでは、ユーザーに質問しながら、アクションの言語化を図っていくことになりますが。質問が課題起点となっているか意識をしましょう。ここに示すのは悪い例で、いずれもデータ起点となってしまっている質問です。一番目は、全社データレイク基盤を構築したので、どんな業務をデータドリブンにしていきたいか教えてください。 といったものでデータドリブンが目的になってしまっている例ですユーザー側がデータ利活用に喫緊で困っていない場合は一体何が嬉しいのかと聞き返されて議論が進まなくなってしまいますトップダウンでデータドリブン施策が決まったものの現場としてどうデータを活用していけばよいか具体化できていないときによく起こりがちです 2番目は例えば財務データをこう活用して効果を出した他者事例があるのでうちでもやっていきましょうといった事例が先行してしまっている例です。世の中には多くの成功事例があふれていますがユーザーの課題とマッチしない事例を導入しようとしてもわざわざ高数をかけるモチベーションにはならない場合が多いでしょう。あくまで事例は、 自社と似た課題を抱えていた会社がその課題をどう解決したかの参考にすると良いと思います3番目はどんなダッシュボードが欲しいですかとダイレクトに欲しいものを聞く例ですこれで具体的に欲しいものを言える業務にもデータにも精通したユーザーさんも中にはいらっしゃるかもしれませんが多くはいい感じにやってよ ととと思思わわれたり言われたたりり言すすることの方が多いかと思いかますダイレクトに欲しいものを聞くのではなくシナリオの整理や可視化の理論を学んだ皆様とドメイン知識を持つユーザーとでレビューを重ね共にアクションを言語化していくということが重要となりますそれでは良い質問となる課題起点の質問の例を見てみましょう1番目は KPI のモニタリングに何か課題はありますかといった今行っている業務に対して課題はないかをヒアリングする例です。例えば、確認する頻度を上げてアクションを早めたい、集計に多大な工数がかかって分析まで至っていないという課題であれば、集計やレポートを自動化するだけで短期的な効果が出る可能性もあります。2番目は KPI 確認後どののののようなアアアアクククシシショョョンンンンををしていまますすすすすかかるる上での課課題題はありますかと今ヒリグ例アクション自体あまりされていない場合はその理由をヒアリングすることになりますしアクションはしていてもデータによる裏付けがないといった課題であればどのようなデータだと裏付けが取れそうかさらにヒアリングしながらアクションを言語化していくことになるかと思います。 3番目はデータを可視化したところ特定製品が大幅に赤字ですが何か原因考えられますかとデータから得られたインサイトからユーザーのドメイン知識をヒアリングしてさらなる分析につなげる例です例えばこれは先行投資型の製品で赤字は想定していたが投資回収状況をモニタリングして回収できるように営業活動に生かしていこうとなれば 新たなモニタリング型ダッシュボードを作っていくことになりますし赤字が想定外で大きな課題がわかったとなれば原価構造を分析して赤字対策を行おうとさらなる分析につなげたりすることが考えられますこのようにユーザーレビューは課題起点の質問でアクションを言語化していくことを意識していくことが重要となります 本日ののセッションのまとめですアクションにつながるビジュアルベストプラクティスとしてご説明してまいりましたデータを可視化する前にシナリオを作成し目的に対して誰が何を見て何のアクションをするのかを明確にすることが重要というお話をしましたそしてデータ可視化の理論として 4w1h を意識したデータの整理 目的に応じたダッシュボードタイプ選定、表現する目的に対して適切なビジュアル表現を選択してダッシュボードを作成していくということをお伝えしましたさらにシナリオ作成時とデータ可視化時のユーザーレビューでは課題起点でアクションを言語化していくことが重要ですそして何よりもデータを可視化するのはアクションにつなげるためだということを常に念頭に置き どのように可視化すればアクションにつながるか関係者と議論を深めていただければと思います本資料に関するお問い合わせご感想は以下の窓口までお問い合わせくださいその他コンテンツのご紹介もこちらのリンクでご案内しております本日はご視聴いただきありがとうございました